皆様、こんばんは。本日は、ひろきたかしのマンデーナイトライブ、ご視聴いただきましてありがとうございます。MC を務めます、菅井麻也ですえ。本日もご質問につきましては、お一人様一つとさせていただきます。また、不適切と思われる投稿されたご視聴者様については、それ以降投稿を制限させていただきます。ご了承ください。そして本日も、より多くの方のご質問にお答えするため、ランダムに取り上げてまいります。 さあでは3月最初のマンデーダイブとなります。ひろきさんよろしくお願いします。よろしくお願いします、ね。今日とかはまだちょっと気温が低かったですけれども、明日から結構もう本格的に暖かくなるということで、ひろきさんは関係はないんですよねあ。僕は全然大丈夫なんですけども、菅井さんはどうですか私も大丈夫なんですけど、周りがもう結構ね、今年の花粉は、ね、例年に増してひどいっていうお話なので、 影響が受けていいいる人が多いみたいですねうーんそうですねまああのそろそろねあったかくなってくる頃ですしあの今日書いた「新潮流」っていうねコラムでもちょうど今日は慶室ですとあの24石気のですねあったかくなって地中の虫がこう生え出てくるような、えー、時なのでまあちょうどその 季節のまさに変わり目ということなんですよね、今まで寒かったものがあったかくなると、ただあの毎年のことですけれども、一本調子であったかくなるわけじゃなくて、行きつ戻りつしながら、また寒の戻りみたいなのもあるんでね、やっぱり体調を壊しやすいですから、花粉症以外でもですね、えー、皆さんもご自愛いただきたいと思います。はい、そうですね さあということで今日の、えー、マンデーナイトライブ始めてまいりたいんですけれども今週はなんといってもまあ、週の後半にアメリカの雇用統計もありますけれどもまあ、あの黒田総裁としては最後の日銀の金融政策決定会合ということでこちらもかなり注目されてますよね。そうですね。あのマーケットのコンセンサスとしてはですねまあの現状維持で、えー、特段の政策変更なしというのが。 あの大半の見方なんですが、まあ、やっぱり一部でねあの、去年のやっぱり12月の,あのサプライズ変更っていうものが、すごくまあトラウマというかですね、なってたので、あのもしかしたらあり得るんじゃないか、あってもおかしくないんじゃないかっていう見方も一部でくすぶってますよね。つまりやっぱりその、これだけ、ね、長きにわたった緩和をやってきたので、それを少しでもこう修正して、黒田さんのうちに修正して、 あの次へバトンを渡した方が、まあ次の人もやりやすいんじゃないかとかね、まあそういうようなことから何かやってくるんじゃないかという見方がありますけども、僕はそれはないだろうと思ったんですよね。<笑><笑>っていうのは、黒田さん当たり前ですけど、自分がおやりになってきたことが正しいと思ってやってきてるし、絶対その、 何て言うんでしょう、その、微じもね、やっぱり自分の,その政策決定っていうものに対して、あの間違ったとか、そんなことは思ってるわけがないと思うんですよ、絶対。正しいことをずっとやり続けたと思うわけですね。で、それを最後の最後でね、なんかその、いかにも、あの、ちょっと修正しました、それで次の日でどうぞみたいなね、ことって絶対やらないだろうなと僕は思うんですよね。うん、ということで、 おそらく何の変更もないまま行くんだろうというのが僕の考えです。はい、わかりました。ありがとうございます。では、早速今日の質問に入ってまいります。えまず、のぞみんさんです。ピース君、久しく見ていませんか、うん、お元気でしょうかということう元気なんですよ。だからね、呼んでこようと思ってるんですけどね、なかなかこっちの部屋に来ないんで、もしかしたら来てくれるかもしれないです、ね。そうですね、ちょっと後でね、呼んでみたいと思います。 え続きなんですが、今日グロースが上がりましたが、これは続きますか日本が YCC を廃止すると株価は下がりませんかということです、うんえーっと。グロース株なんですけども、まだ本格的な上昇ということにはなってないんですが、そろそろですね、まあ、要は最後上がってないのがこのグロースなので、他のところはほとんどこうみんな買われてきてるので。 最後はやっぱり固定というのはやっぱりアメリカがいろいろありましたけどもその結局利上げ停止っていうことが、まあ、遅かれ早かれあのそういったような状況になるよねということで多分あの決着つくと思うので。 で、まあ、それでアメリカの直金率も4%届きましたけど、もうそれ以上上がらないっていう雰囲気が出てますから、それを見定めてくるとですね、まあ、本当にもう、もう最後の最後に残されたテーマっていうのは、このグロースのリバイバルということなんですけど、それはやはりアメリカの金融政策の、えー、まあ、変更というか、 とりあえずずっと利上げを続けてきたのが止まるっていうことだけですごく大きいと思うので、まずはそれをちょっと確認すると。今まだちょっと半信半疑っていうか、完全にコンセンサスできてないんですけれど、まあかなりいいとこまで来てると思うので、それがアメリカの長期金利4%で、一旦打ち止めっていうところになってると思うので、まあこのグロースの戻りっていうのはもうまだまだ、えー、これもさっきの冒頭の話じゃないんですけど、一気に戻るって感じじゃないんですよね。やっぱりちょっとこう、 行きつ戻りつしながら徐々に戻していくって、これ多分アメリカの金利と同じようなあの波動を描いていく、金、まあ、利の逆走感と同じような波動を描いていくと思います。それから2つ目のご質問で YCC が撤廃されたら日本株が下がるんじゃないかとい,いうことですけれども、その瞬間はですねあの、ちょっとガクッとくると思いますが、逆に YCC 撤廃の方が、むしろ長期的にはいいと思うんですよね。で、YCC 自身はやっぱりすごくちょっとこう、歪んじゃってる、歪めてしまってるので、金利体系を。なので、これは僕も繰り返し言ってるんですが、YCC を外したところで、日本の長期金利なんてそんなに上がりはしないんですよ。 で実際問題その、もうインフレも日本の場合、すでに落ち着いてきてますからね、政府の,あの電力の,あの補助金なんかの制度もあって、すでにもう直近のインフレ指標は鈍化してますから、だとすると、そんなに金利がガンガン上がっていくって感じにはならないですから、えー、YCC 撤廃して、もうせいぜい上がって、長期金利1%まで。 ですね、そうすると、もうたかが知れてる話ですから。 で、それ以上、じゃあ、投機筋があ、国債を売り込めるかしたら売り込めない。で、逆に、もう今、あの、機関投資家、メガバンクや政府なんかも言ってるのは、もう1%金利があったら喜んで買うみたいなコメントが、じゃん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 出てるじゃないですか。そうなったらもうビビってね、国債なんか売れないですよね、投機筋ね。そうすると、わずかここから50ベーシス取りに、そんだけリスク取りますかって言ったら全然取らないんで、 あの結論から言うと、YCC 撤廃でもそんなに長期金利が上がらないってことが分かると、でまあ、瞬間的に円高とかになって、株がそれで売られることはあるかもしれませんけれども、むしろあの正常化っていうのを喜ぶような情報にいい触れるんじゃないかなとは思います、はい、続いて丸、ま、さんです。 M3 ですが来期以降増収増益予想なのがあ増収減益予想なのが気になっていますがアメリカの金利が低下に向かえば株価は上がり始めるのでしょうかということです。そうですねまずそれが一番大きいですねやっぱりアメリカの金利上昇で売られた代表 的なマグロースが、まあ、この M3 ですから、それがなくなるっていうだけで、ですね、えー、だいぶポジティブな要因にはなります。ただ、やはりその利益のところがね、ちょっとまだ厳しい部分があって、PR がいまだに40倍っていうことになると、さすがにそこはですね、えー、やはりそのもっと業績がね、ついてこないと厳しい面はあるんじゃないかなと思いますね。はい 続いてたくさん銀行株は今後も買いでしょうかということです。うん、難しいんですよね。あの今までこれまでの銀行株の買われ方っていうのはやはりそのさっきの YCC 撤廃って。 いうことに絡んで、まあ、金融政策の変更と、それで要はメ日本の長期金利が上がるということで買われてた部分が多いわけですが、じゃあこれ、日本の長期金利が上がったからといって、まあ、ここでも何べんも言ってますけれども、その 銀行の収益が改善するわけでも全然ないと。えー、で特に銀行として,ても幅広いですけど、地銀とかですね、そういったところはむしろ金利上昇が債券の評価ゾーンにつながるわけですよね。でこれ債券の評価ゾーン、じゃあ持ち切りならいいかっていうと、そういうわけでも、そういうわけにもいかずですね。やはりそこは厳しいわけです。で、そうなってくると、まあ、メガとかは、じゃあむしろその、そういう金利が上がる環境で、 うーんいろいろ稼げるわけですけど、でも結局、彼らの稼ぎって海外とかのね、海外の金利が上がって、そっちで稼いでる部分が大きいので、だから三菱 UFJ とかそういうのはいいんですけれど、なので、単純に金利が上がるから銀行株買いっていうステージはもうちょっととっくに終わってるんじゃないかなと、で、さっきも言ったように、日本の長期金利自身も YCC 撤廃されたからといって、そんなに上がるわけじゃないので。 なかなかあの難しいものはあると思うんです。だから最終的にやっぱり日本の景気自体がですね、強く組んでくるというようになればね、あちこちでビジネスの目や融資の目や、そういうのが出てくるから、まあいいわけですけれども、そういうような状況になるかどうかですよね。ちょっとそれはまだ、あのそこまで、そういった形での,その最終的な銀行の貸し出し需要が増えるような 形の日本の景気の強さっていうのが、まだちょっとそこまでは見えないと思うので、ちょっとやっぱり銀行株の先行きには、もう少し慎重になった方がいいんじゃないかなと、ただそうは言っても、あの、まあ、配当利回りとかね、そういうような観点から買えるし、まあ、ある意味安全だし。 まあ相当、そのいわゆるデフォルトのようなリスクとか、財務的なリスクが少ないということで、要は安定高配当株としての投資魅力は十分あると思いますけど、これまでね過去見られたような株価がもう倍になるような三菱 UFJ みたいなところの、そういう上がり方っていうのはもうそろそろないんだろうとは思いますけどね。ははい続い続て高一さんです業績はよくも よくても長く株価が上がらなかったルネサスエレクトロニクスが先月の決算から一転急騰していますが一番の要因は何だと思われますかということです。うーん 今やっぱり半導体っていうものに対してのすごくその注目がね、いろいろ半導体不足とか、あるいは、まあ、TSMC の半導体工場の投資だとか、あるいは日本でも久しぶりの日の丸半導体連合みたいなラピダスだとか、そういったすごくその半導体絡みのやっぱりニュースが増えていて、そういったところの,そのやっぱり半導体って非常に重要な。 えー、ものなんだっていう認識が再度高まってるっていうことがあの大きな背景じゃないかなとは思いますね、はい。続いて BN1503、投資信託を購入するとき、為替ヘッジありとなしが選べる場合、どちらがいいのでしょうか年 <laughs> 10年保有するという前提ですということです。あのー まあ、どっちらがいいかとかは、それはそのものが何かっていうことと、それから投資環境がどうかっていうことで、全然違うと思いますよ。はい。もうその一言で、どっちがいいっていうふうには、やっぱり一概には言えないということだと思いますね。ただ一つ、あの、申し上げたいことは、あのー、 今今為替ヘッジありなしっていうぐらいですから、海外に投資しているその投資信託に投資するっていうことだと思うんですよね。そうすると、海外への投資っていうと、当然、為替のそのリターンというか、為替の変動が入ってきてしまうということなので、そこをどう考えるかということですね。だから、為替がいらないっていうことであれば、 例えば外国株に投資するんであれば、これは、あのー、まあ、ある意味考え方としては、為替ヘッジをつけてもいいんじゃないかなと。つまり、為替の変動はいらない。つまり、単純にアメリカ株に投資する場合、アメリカ株の株価の上昇だけにかけるということだから、為替変動なんかむしろはいらないんだっていうことなら、ヘッジ付きを選んだ方がいいと思います。ただし、じゃあ、去年みたいに、 どんどん、その、なんつったらいいんでしょう、こう、んあのー、円安がね、進むような局面というのは、アメリカ株は逆にずっと、 下がりっぱなしだったわけですね。去年1年というのを調整してたわけだけど、為替でなんとか救われた部分というのがあるわけですね。だとすると、そういった時はヘッジつけなかった方がいいじゃないかって話になるわけです。で、今度は、じゃあ、ようやくアメリカ株が戻ってくるだろうということで、アメリカ株に投資するわけだけど、逆に今度は、アメリカが利上げ停止で、日本がじゃあ YCC 撤廃で、円高に戻るリスクっていうのはすごいあって、まあ、去年の後半ぐらいから、すごく円高に巻き戻ったっていうこともあるんで、 そうすると結局、あのー、為替が、あのー、外株のリターンがあっても、為替でやられちゃうってうことがある。だからやっぱり株式の場合は、その株が上がると思うんだったら、まあ、その為替ヘッジっていうのは、まあ、あったほうがむしろいいんじゃないかなと思います。ただ、まあ、去年みたいな例はなかったほうが逆に良かったとっいうことですけど、そんなのは、まあ、たまたまラッキーだと思えばいいわけで。 あくまでもその自分が何を狙うかですよね。だからアメリカ株の上昇とかを狙うんだったら、為替のリターンなんていうのはもう考えないと。その代わり、外債のようなものをに投資すると。つまり海外の、日本はまだゼロ金利で、海外の金利を取りに行くような、外債ファンドのようなものに投資するときに、為替をヘッジしちゃったら、ヘッジコストで全部金利差っていうのは食われちゃうんですよね。だから何の意味もなくなっちゃうわけです。 なので、だからそこはむしろ為替のリスクを享受して、日米の、その日米というかな、日本と外貨の金利差を取りに行くっていう、それが外貨投資というか、あの外債投資というのはそういう意味ですね、ほとんど外貨投資に近い外貨のキャリーを取りに行くのと同じ意味合いなので、そこでヘッジしちゃったら、何もそのリターンの源泉がなくなっちゃうんで、だから要は自分が何に投資するかっていうのがまず一つ。 それで為替のヘッジ、アリーナとしていうのはそれによって、まあ、決めるべきだし、いうか逆に自分が何を狙って投資するかによっては、もうほとんどそれで決まってきちゃうと言ってもいいと思います。はいいいありがとうございます続いてレオンさん 日経平均は昨年8月に 29, 2万9222円の高値をつけてからなかなか2万9000円台まで戻らず2万8300円から2万8500円で上値が抑えられる展開が続いています。今後2万9000円を超えて3万円を目指すにはどんな材料が必要になってくるでしょうかということです。えー とまあ、あちこちで書いてはいますが、まああのー、直近のストラテジーレポートでも、まあ、おそらく、あのー、同じようなことを述べたと思うんですが、日経平均だけ見てると、今の相場を見誤る可能性があります。確かに日経平均ってすごく上値が重くて、今までは27,500円。いつもい、いつ見ても27,500円で膠着してたんだけど、それが先週末、ようやく上に離れて、それでもやっぱり 2万8000円は重いよね。そこでずっと頭を抑えられてきたからという声があったんですが、何のことはない。今日蓋を開けてみたら今週2万8000円回復というようなことになりました。ただ、それでもまだ2万8000円かと。で、おっしゃる通り、去年の8月には2万9000円あったわけだから、そんなところにも全然まだ1000円遠いということなんですが、 じゃあトピックスはどうですかっていうとトピックス見ると2000今日の終値で2030何ポイントだったと思うんですよこれってもう去年の高値全部払ってるんですよね去年のその暮れの高値あの11月も8月も今トピックスってずっと右肩上がりに実はなってきていて下値も切り上がり上値も切り上がってるで えっと、もうこの2030何ポイントっていうのは、去年の一番初め、正月の大発見の翌日に、1月5日が高値なんですけど、2040ポイントだったと思うんですが、それにほぼ並ぶとこ、並ぶとこまで来てるんですよ。ということは、日経平均はまだ去年の8月の高値も抜けない、そ,それが2万9000円だから、そこから1000円もしたということですが、トピックスで見れば、もうさらに、 そのの年初の昨年初のところまで全部戻っちゃってるということですから、日経平均で換算したら2万9000円は優に超えるような状況にあるんですね。なので、やっぱり日経平均って東京エレクトロンだとか、そういったところの影響とか、あのやっぱり値傘のグローバル製造業の影響を受けやすいんですが、トピックスだとまさに半分はバリュー株の上昇。それから ある意味、輸出関連の自動車株なんか買われてる、為替で買われてる部分とか、あるいは内需の株が買われてる部分だとか、あるいは広くその小型株も買われてるんで、そういったところの影響とかもあって、実は日本株の水準ってそんなに悪くないんですよね、もう実は。 なので、あの、こういった流れがさっきも申し上げた通り、いよいよ最後残された画像は、まあ、あのハイテクグロスのとこなんで、 そこも今日、ちょっとね、そういったところの出遅れを物色するような動きも見られたので、まあ僕は2万9000円台っていうのはそんなに遠くないし、あのー、一つの材料といえば次の決算ですね。次の決算はもうこの3月末の本決算が4月の下旬から出てきます。まあそういう意味ではあと、えー、一月半ぐらい、あと2月弱ぐらいのところで。 えー、次の決算発表になるんで、そこになるとですね、来期の業績に切り替わるわけですね、見通しが。予想 PR だとか、全部なんかそういうのも全部変わるわけですが、そうするとさすがに今よりは若干ながらも、プラスの、あのー、企業業績予想にいい切り替わる。それを元にしたバリエーションでいくと、もう今とその PR の水準が変わらなくても株価が数パーセント上に上がりますから。 本当、まあ、数パーセント上がるだけで3万円って達してしまうと思うんですよ。だって、今日2万8000いくらですか終わりのが 28, 2万8000237円。ですか。はい。2万8237円でしょ。そうすると、3万円まであと1700何本でしょ。うん、ですよね。2000円ないわけでしょ。3万円って。 今から日経平均2000円上がったら3万飛んで237円でしょ。ということは、2万円とか3万円近い株価にとっての2000円っつったら1割もないわけじゃないですか。そうすると、今からスーパー3万円ってわずか数パーセントです。まあ、誰か電卓持ってたらすぐ計算していただければ結構だと思いますけども、そうすると、それって今のバリエーションがほとんど変わらなくても、次の木の業績見通しが に切り替わるだけで3万円って僕はスッと言ってしまうと思うんですよ。ということなので、えー、っとまず一つはトピックスとかで見て市場全体を見たらそんなに悪くないと。もうすでに去年の、えー、1年以上前の、えー、年初の高値のレベルまで。 えー、日本株全体は買われて,るっているとうことが一つそれから、あと2か月ぐらいで出てくる、えー、企業、来期の企業業績に切り替わる頃、あと2か月後ってっちょうどゴールデンウィークです。5月の6日っていうことですけども、そのぐらいにはもう決算も半分出て、えー、次の方 業績見通しが発表されてますから、それを織り込むようになると、日経平均というのは、もうすっとやっぱり3万円になってて、おかしくないいだろうと思いますはいでは続いて武藤さん。 ソフトバンクグループ、アームのナスダック上場を検討というニュースが出てきましたが、ソフトバンクにとってこのニュースはどういう意味があるのでしょうかということでいやこれはやっぱりでかいですよね。今までやはりその直近をソフトバンクの投資案件が全部こう逆,に逆にと言っていて、まあ、ここでやはりすごくその。 つまりまあソフトバンクって投資会社ですから、ね、自分の投資しているものの価値が上がらないと、もうどうしようもないわけでして、それはもう本当に今回の,その上場ということになると、これは本当すごくその評価額がガンとこう増えるわけですから、えー、当然、うん、ソフトバンクグループの業績にはものすごいいい,い,い効果があるわけですよね。はいえー、では続いて、侍ジャパンさん。 リクルート、えー、野村総研ですね、あと村田製作所を高値で購入しています。今後はどうでしょうかここは追加購入ですかということです。うんまあ、あの本当に今、その上げていただいた銘柄っていうのは、これから日本が伸びるうのをリードするような会社ばかりですから、まあリクルートっていうのは本当にその、まあ さっきの冒頭にあった M3 なんかと同様、金利が上がってグロース株が全部厳しいっていうことで売られた代表例っていうことが一つ、それからやっぱり稼ぎ頭のインディードが、あのアメリカの今雇用のマーケットがちょうどその、うん、なんだかんだ言ったって、 えー、リストラだとか、まあそういうようなことが増えてきてると、少し苦しくなってきてるっていうのは確かですよね。そのインディードの収益が、まあ、前回も言ったかもしれないんですけど、もう伸びなくなってきちゃっているっていう、ずっと低下してきてるっていうのはやっぱり痛いところだと思うんですよ。ただ逆に、その、インディードのような業態って、むしろリストラだとか、そういう転職が増えれば増えるほど、むしろ稼げていける。 いけるあの事業なのでん大丈夫だろうと思いますけど、ねなまあリクルートとか問題ないと思うし村田製作所のような、まあ、高精細なあセラミックコンデンサーっていうのの,の需要っていうのも、まあ、あの全然これからのテクノロジーの時代には落ちないので。 それでもあっちこっち投資を先行してやってきたわけで村田とかいうので、ね、だからまあ今ちょっとそれで厳しい時ですけどここからやっぱり厳しい時に続けてたそういう先行投資がまた花開いてくるでしょうしあの野村総研のようなまあデータベンダーというかシステムインテグレーターっていうのはもうますますやはりこれからのその DX 時代で あの稼げるというか、落ちませんから、こういったところの需要は。まあ、あのみんな本当に今はもうちょっとこう、ガわっと高成長の反動で、この直近、えー、厳しいし、それからそのやはりアメリカの金利が上がってるときっていうのは、こういうほ本当の成長ポテンシャルのある会社がみんなちょっと売られて逆風だったっていうことと。 まあとでちょっとまあ村田の場合は業績もちょっと厳しかったっていうのはあるんですけど、まあ、次の今のサイクルではまた大きくまあ倍返して伸びるぐらいの勢いじゃないかなとは思います。はい。続いて、マロン・マロンさん。JAL ・ ANA 株はこれまで期待外れでしたが、これから中期的に見て上昇が期待できませんかということです。JAL とどこですか ?ANA です。ああ、だからまあ飛行機はもうここからですよね。だって今まではダメだったのはコロナで。 どうしようもなかったわけですから、あのようやくここからあの再開でしょ。そういう意味では、ここからなんだと思いますよ。それでもまだまだじゃないですか。あの僕も久しぶりに えっと、コロナになる前に海外出張行ったのは最後ですけど、それをちょっとあの今月の下旬にいい久しぶりにいい海外に行きますが、まあ、出張再開ですけれど、そういうような人たちってこれからどっと増えてくると思うんですよね。でそういう需要に今まだ全然飛行機会社って対応されてなくて、 あのまあ、要は飛ばせてないんです全然人繰りもどうにもならないし機材もどうにもならないし瓶もすっごい減っちゃってそんな減らした瓶がすぐには戻らなかったりするし、えー、だからすごいもうなんていうのかなあの変更に次ぐ変更がどん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 来てるんですよもう予約してねだからそれやっぱりアナの人に言わせるとやっぱり全然うまくまだ回せてないからすいませんっていうことだったんですけども なのであの、彼らもフルに需要がゴンと戻ったとしても、それにフルに供給できるような体制もできてないし、でここからようやくもう一回、全部元に戻していくということなんで、逆に言えばそれだけ伸びしろがあるわけですよね。だから足元厳しくても、まあ、ここから本当に元の状況まで戻るっていうことだけでもです、ね、ですごいことだと思うので、えー、まだまだそういう伸びしろがある。 まあもう伸びしろというか戻りしろだな、今回の言い方で言えば。そういうのがある業態だろうと思いますね。はいでは続いてグッドさんです。不動産価格は上がっているのに、リートはなぜ上がらないのでしょうか不動産株の見通しも教えてくださいということです。えっとですね。えーうん リートの方から言うと、リートってやっぱり需給がすごくちょっと歪んでいて、リートの最大の投資家っていうのは地銀とかなんですよね。金融機関なんですが、まあそういったところの、うん、まあ,あ、売り買いとかで、やっぱりリートの価格っていうのは、まあ、あのー、なかなか上がらないっていう部分が一つはあります。 えー、あとはやはり、これはまあ不動産株があの去年の12月の日銀のサプライズの時に急落したように、金利上昇ということであの売られるっていう部分がある、まあ、不動産というのは借りれも多かったり、バランスシードが大きくて、まあ、そういったようなところがあったりしますから、まあ、あとはその利回り、リートで言えばもうほぼ利回り商品なので、疑似。 まあ、債券疑似フィクスインカム、あるいはハイブリッド株と債券の中間みたいな言われ方がしますので、で、債券というのは当然、金利が上がれば債券価格が下がると。それと同じように、あの、金利上昇に弱くて、えー、リートの価格が下がるっていう部分はあるでしょう。ただ、絶対的な水準で言えば、日本の金利がこれだけ低い中で、えー、リートの分配金利回りっていうのはもう明らかに高いですから、 まあそれで言えばリートの魅力なんて全然落ちやしないんですよね。なので、あのむしろリートの価格が安くって、分配金利回りがさらにまだついてるんであれば、そこは絶好の投資チャンスだろうと思いますよ。で、やっぱりリート投資って何べんも言ってますけど、価格の変動がどうこうっていうより、やっぱり自分が投資するしたし時の利回りの水準っていうのは、 一番のポイントになるものですから、あの、利回り商品なんでね、本当に、その、不動産投資をペーパーアセットで、ペーパーカンパニーでできる、非常に手軽な不動産投資ですから、賃料を入ってくる、賃料を得るという投資がリート投資なので、まあ、あんまり価格の、特にその値上がり益とかですね、あのそういったことを期待して買う商品ではないと。 まあ当然自分が買った時より下がっちゃって含み損っていうか価格の含み損は気持ち悪いですけれどもあくまでもインカムが入ってくればいいわけですから、まあ、そういったことで考えていくあの利回りの水準で考えて投資するべき商品だろうと思います、はい、ではそろそろお時間となりますので最後の質問にさせていただきます、えー、Now and Company さん日本経済をデフレから脱却させるために えまあ候補ですね、上田氏、日銀に最も必要と思われる政策は何だと思いますかということです。うん、難しい。<laughs> 難しい質問ですね、最後。<laughs> あのー、まあ、端的に言ってしまえば、<laughs> その出口を急がないということですね。これだけ長く続けてきた金融緩和というものを、外野のいろんなやじというか、いろんなその雑音、ノイズを無視して、あのやっぱりその出口やいわゆる金融緩和の解除というようなものを急がないということです。逆に言えば その日本がデフレ脱却のために必要な政策は何かっていうよりも、日本がデフレから脱却していくのを邪魔しないでくれということですね。何か政策をやって、デフレ脱却をさせるっていうことではなくて、 余計なことをしないで、自然とデフレから脱却していくのを妨害しないということが一番重要なんだろうと思うんですよ。で、まあ、これもさっきのその僕のその新潮流っていうコラム、実は今日のテーマは、白川前総裁が IMF に寄稿したね。 論評がすごく実はあの話題を読んでいるわけです。タイム・フォー・チェンジ変化の時ということです。でその中で書かれているのは、ででまあ、いろんなこと書かれてて、それはそうだと思うところと、これはちょっとなっていうところがいろいろあったわけですが、ただやっぱりその、なんでこんだけ長く金融緩和やっちゃったのっていうことについての白川さんの論評っていうのはあの、実は日本の経済がすごく低迷して成長率が落ちてたっていうことを、景気循環 という,ふうに間違っって捉えちゃったそれと誤解しちゃったっていうのが、あの今回、金融緩和、こんだけ長くやり続けちゃった理由じゃないかみたいなこと書かれてて、まあ、それってほぼほぼ当たってるんだろうなと思います。当たってるっていうか、誤解したかどうかは別ですけれども、つまり景気っていうのは循環するわけですから、景気が良くなったり悪くなったりするわけですね。で、それってのはほ,ほとんど風みたいなもんなんで、ほっとけば自然に治るわけですよ。 経験なんて悪くなれや、その後良くなるし、良くなれや悪くなるし、この繰り返しなんですね。ただ、あんまり悪くなると困るんで、辛いですから、風邪の時も。そういう時って、やっぱりちょっと風邪薬処方してもらったりするじゃないですか。でもそれで全部対症療法なわけですよね。風邪を治す薬なんかないんだから。風邪っていうのはウイルスですから、そのウイルスを完全にその、 えー、根治するような風邪を治す薬があったら、これはもう本当に素晴らしいノーベル賞ものですが、ないわけです、風邪を治す薬っていうのは。なので、ちょっとその症状を改善させたり、熱があったらそれこそカロナール飲んで解熱剤で熱を下げるとかっていうことですけど、本当に言えばそんなものしない方がいいんですよ。だって、熱が出てるっていうのは、体が熱を出して、そのウイルスを殺そうとするからでしょ。 鼻水が出たり、咳が出たりするのも、体の中のものを全部外に出そう、出そうとする体の現象なんで、それをむしろ止めちゃったらダメじゃないかっていうことなんで、風邪の時には別に薬なんか飲む必要はむしろないわけですよね。ただやっぱりあんまり放置すると辛いし、体力が低下しちゃうと何なん,なんで薬が必要という それが言ってみると、金融政策だったり、財政政策だったりするわけです。財政政策、金融政策っていうのは、景気変動に対してそれを緩和させたり、あるいはあんまり行きすぎる景気の強さをブレーキをかけて止めるとか、そういうようなものなんですよ。ところが、日本の経済成長、例えばデフレに落ち込んで成長率が落ちたっていうのは、日本の基礎体力がもう完全に低下しちゃってるっていうことですから。 これを何とかするのには薬飲んだところでどうにもならないわけです。なので、毎日のその筋トレとかですね、そういうのを丹念にやって、ちょっとずつその基礎代謝を上げていって、代謝を高めるとか、免疫力をつけるとか、そういう長期的な抜本的な対策が必要なんであって、それというのは、その金融政策、金利を上げるとか緩和をするとかって、そういうことじゃないんだっていう。 なだから、でもそれをずっとやり続けちゃったんで、まあ、本当にその景気が成長率がこう低下しているところの、まあ、応急処置になった、逆に言えば応急処置に過ぎなかったって白川さんが書かれてて、それはその通りなんだろうと思うんです。ですから、今度の新しい日銀も、金融政策で日本の,その基礎体力をどうこうしようということではないんです。それはあれあもっと言ってしまえば、むしろ政治の仕事で、本当にそのずっと言われている、 アベノミクスの3本の矢の時に、財政政策、金融政策とか言われてたけど、一番最後の成長戦略、この成長戦略っていうのは、実は構造改革っていうことなんですけれども、その構造改革を徹底してやるということが、実は日本の成長率、まあ、例えばデフレから脱却するってことにとっても一番大切なことだし、そういうことなんですよ。なので、最初の話に戻りますが、今度の日銀は、余計なことをしないで、 あのせっかく今ね、賃上げの兆しが出たり、いよいよ本当に日本もデフレだけするのかっていうようなところに来てる、それの足を引っ張らないように、あの慎重に行動するっていうことを期待したいと思います。はい、ありがとうございましたえ。それではお時間となりましたので、ここで質問終了させていただきます。え本日も、弘木隆のマンデーナイトライブ、ご視聴いただきまして、ありがとうございました。 終了後にアンケート画面が表示されますので、アンケートの回答のご協力をお願いいたします。また、YouTube でご視聴のお客様は、動画下の説明欄にアンケートの URL を掲載しておりますので、そちらをクリックしていただき、ご回答ください。恐れ入りますが、21時45分ごろに回答を締め切らせていただきます。ご了承のほどよろしくお願いいたします。では、ひろきさん、本日もありがとうございました。どうもありがとうございました。